宅建合格パートナーのレトスの小野です。弊社レトスは宅建試験に合格していただくために効率的な勉強の仕方をお伝えしております。効率的な勉強の仕方とは理解学習です。無料の過去問解説、分野別解説を通じて理解学習とはどういったものかをお伝えしてますので、チャンネル登録をしていただき、これ以外の動画もぜひご覧いただければと思います。8月25日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。理解学習は実践できていますでしょうか？理解学習こそ合格の秘訣です。丸暗記学習では合格できません。これは何度もお伝えしている内容です。でも理解学習について間違って理解している方がいます。どんな間違いをしているのか。それは解説を調べて理解すればいいんでしょうと思っている方がいらっしゃいます。もちろん解説の理解も理解学習の一つなんですけれども、優先順位としては3番目です。それよりも重要なことは問題文の理解、質問内容の理解、この2つです。これを日常の勉強の時から行っていないと、本試験の時に問題文がわからないということになります。後になって採点をして解説を見ると、これも知っていた、あれも知っていた、これが解けていたら合格していたのにとなります。こうなるのはそもそも上記2つを行っていなかったことが原因です。もしこれに気づかず今年の試験に挑戦したら、どれだけ勉強していたとしても同じように落ちてしまいます。それくらい上記2つは重要なことだということです。実際個別指導でもこの2つを一番初めにお伝えをしています。ただこの2つを独学で行うことは難しいです。また予備校でも教えていない内容です。もし少しでも理解学習をして今年合格をしたいというのであれば、弊社の模試をご活用ください。解説の理解はもちろん、上記2つについても記載しております。弊社の模試は15日あれば復習まで行えるので、まだ時間はあります。模試の概要についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは本日の3問に入っていきます。借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人は借地人の同意なく土地賃貸人に地代を弁済できる。しかし借地人の土地賃貸人に対する債務は消滅しない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×ですね。後半部分が誤りです。前半部分は正しいんですけども、後半部分が誤りですね。まずなんですけども、借地人ってこれ誰かなんですが、借地人って土地を借りている人です。土地を借りている人、土地の貸主が地主なんですけども、それを借りている人は借地人と呼ばれるんですね。そして土地の賃貸人、これが地主ですね。これが地主、ここに当たります。で、借地上建物の賃借人ということは、借地上に建物が建っていて、その建物を借りている人ですよね。借地上に建物を建っていて、それを借りている人が借地上建物の賃借人です。で、この建物のじゃあ所有者誰かっていうと、借地人ですよ。これ意外と分かってない方いるんですけども、借地人っていうのは、地主から土地を借りて、そこに建物を建てます。で、借地人がその建物を誰かに貸します。で、この借りた人が借地上建物の賃借人だということです。なので、この建物の所有者は借地人ですね。で、このような状況で、借地人が地主に対して、土地の賃料を払っていないと、まあ、つまり滞納していると。そのような場合、借地上建物の賃借人が代わりに弁済することができますかという話で、問題文はできると書いてありますね。で、これは正しいです。借地上建物の賃借人は正当な利益を有する第三者に該当するので、借地人の承諾なく第三者弁済を行うことができます。で、弁済することによって、借地人が有していた債務、地代を支払う債務、これは消滅いたします。したがって、借地人の土地賃貸人、まあ、地主ですね、に対する債務は消滅しない。これが誤りだということです。で、正当な利益を有する第三者については、まあ、少し細かくなりますので、個別指導でお伝えします。で、今回のように、きちんと問題文を整理することっていうのは、理解学習を実践する上で非常に重要です。分かっているから大丈夫、ではなく、問題文の整理を日頃から習慣づけているかどうか考えてみてください。これが習慣づいていれば、本試験で問題文がわからない、だったりとか、問題文を理解するのに時間がかかる、こういったことはなくなります。今年合格するためにも問題文の整理は習慣化していきましょう。で、問2ですね。賃貸住宅の管理業者が
貸主から管理業務と合わせて入居者募集の依頼を受けて貸借の売買を反復継続して営む場合は宅地建物取引業の免許を必要としない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。この管理業者っていうのは宅建業の免許は必要です。まあ、管理業者だから免許は不要と飛びつかないこと、管理業者でも宅建業を行う場合は免許が必要なんですね。で、本門の管理業者っていうのは宅建業、賃貸住宅の貸借の売買を反復継続して営むって書いてありますよね。これは宅建業に当たるので宅建業の免許が必要です。で、この点についてきちんと理解したい方は個別指導で考え方をお伝えいたします。で、問い3ですね。農地法第3条第1項または農地法第5条1項の、許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結してもその所有権の移転の効力は生じない、丸か×かという問題です。これは丸ですね。三条許可っていうのは農地や再送放牧地の所有者が変わる場合に必要な許可なんですね。で、五条許可っていうのは農地や再送放牧地などを宅地などに転用してさらに所有者も変わるっていう場合です。そういった場合に必要な許可なんですね。で、三条許可を受けずに売買契約をした場合、この売買契約っていうのは無効になります。つまり所有権移転の効力は生じません。また、五条許可を受けずに売買契約を締結した場合、これも無効になって所有権移転の効力は生じません。また、これ農地を転用してますよね。三条許可では農地転用ないですけども、五条許可は農地転用があるっていう点で違いますよね。で、農地転用した場合は原状回復の措置を命じられる可能性があります。この点までちゃんと頭に入れておきましょう。そして今販売している予想模試の解説の中身を少しお見せしたいと思います。あなたがお持ちの予想模試の解説、市販の予想模試や予備校の予想模試の解説とぜひ見比べてみてください。何が違うのか、またどうしたらこれから合格を目指すことができるのか、そこまでお話ししておりますので、左上の動画からぜひ内容をご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。